もぐもぐ。どうも、ラスルです。時々大食い健康生活ということで、相変わらず食べてるんですけれども、本日お邪魔したお店はこちらです。JR 宇都宮駅から車で15分ぐらいにございます、ラーメン竹丸さんにお邪魔してます。ラーメン竹丸さんといえば、先日10周年を迎えた栃木県でも超有名な二郎系ラーメン店ですが、どんな一杯がいただけるのか楽しみです。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。始まりました、ラーメン竹丸さん食券制です。本日は辛ラーメンと玉ねぎ、生姜、メンマ等のトッピングをプッシュしました。さすがに押しすぎたなぁと食券を眺めながら待っていると、来ました。こちらがラーメン竹丸さん辛ラーメン、どへー、もりもりな一杯の到着です。それではいただきます。まずはスープから、えみょーん。ピリッと効いた辛みとしっかりと乳化した甘みもあり、辛みだけではない旨みの詰まった濃厚なスープ。続いては麺をすする、チャリーン。小麦の香りを存分に味わえるもちっとした平打ちの自家製極太麺。麺の風味が辛みのかかったスープにジャストミーチ。ベストッピングの玉ねぎや生姜の相性もバッチリです。続いてはチャーシューをくらう、そめめー。箸で持つと崩れそうなほど柔らかくトロトロなチャーシュー。脂身にも赤身にもしっかりとした旨味が詰まっており、癖になる極上の一枚。ここでマッソの生卵をしっかり絡めてすするーん。バミューン。辛みがマイルドになり、いいアクセント。やっぱりこの味変は外せません。あとはもう夢中で麺をすすって、しっかり染みた極上メンマを食らったり、またまたすすって混ぜると増えるような気もしながら、さらにすすってすり続けて、本日も完食です。大変美味しくすすれました。辛いだけでなく旨味が凝縮されたスープに極上麺、並んでも食べたい最高の一杯でした。それではごそれい。いやー、ごちそうさまでした。ラーメン竹丸さんに行ってきたんですけれども、しっかりと乳化のしたコクのあるスープに辛みがビシッと決まってて、これからの寒い季節にぴったりの一杯でした。ぜひ皆さんにもあの自家製麺を生卵に絡めてしっかりと食べていただきたいですね。小ラーメンや麺少なめ、野菜少なめなども注文できますので、たくさん量が食べられないと心配している女性やお子さんにもぜひ行っていただきたい名店でした。それではラッスルの公式キャッチフレーズ、ラーメン竹丸ウィンターフェスティバルや。はい。